命を粗末にすんじゃねえよバカ野郎。てめえみたいなカスでもよ、まだ何かの役に立つからこの世に生かされてんだよ。お釈迦さんはな、てめえにまだ手伝ってもらいたいことがあるからてめえを生かしてんだよ。だからそんなもんで命を粗末にすんじゃねえよお前ら。あちょっ、ちょっと待って、人が来や、今そんなもんでやって命を粗末にしてんじゃねえよ。てめえらよく聞け、形あるものは空であり、空が形あるものを合成している。この世の一切のものの姿は皆空であって、そうすることもなく、なくなることもなく、汚れもせず、清らかにもならず、減りもせず、増えもしない。人間は生まれてから死ぬまで欲の連続なんだよバカ野郎。所有することによって満足を得、喜びを感じる、ずげんなバカ野郎。所有と比較と競争という価値観の中から決して永遠の幸せは得られない。物に取られた価値観を捨てろバカ野郎。正義別の教えに従いしてんだこの野郎。知恵と慈悲に目覚めるこのクソったれが、与えられた生を慈しめ、幸福と救いを目指して叫べ。クソったらや、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 クソったな。今や木は熟している。自分自身の意識に従え、自分自身の感覚に従え、自分としたい何かを選べ。強烈に生きろ、強烈に生きろ。安らぎは常にそこにある。
布教活動。